さ、今日はですね、やりたいことがちょっとあって、しょぼい釣り竿とか、しょぼい網ってあるじゃないですか。この、しょぼい釣り竿と釣り竿っていう2種類、俺は今持ってるんですけど、まあ、釣り竿ってあんま壊れにくい。けど、しょぼい釣り竿って結構早めに壊れちゃうじゃないですか。で、今回ちょっと気になったのは、どんくらい使うと、しょぼい釣り竿壊れるのかなって思ったので、ちょっと今日は検証してみたいなと思います。ということで、今から、しょぼい釣り竿を何回使うと壊れるのか、検証していきたいと思います。お、魚、来たよ。餌撒いてくれたよ。まず、1回目。おー、いきなり食いついてくるか。なんだ、鈴木が、いらん。鈴木はいらん。これを、しょぼい釣り竿が壊れるまで、繰り返していきます。まあ、餌撒いてくれるのすげえありがたい。また食いついた。ありがたいよ。動画に優しいよ。すぐ食いついてきてくれる。釣れない時って全然釣れないですよね。そもそも、釣り竿の部分が当たらない。食いついてこないからね、そもそもね。お、また一発目。いいね。これ何？アンチョビか。アンチョビ美味しいよな。よくフライドポテトにアンチョビが乗ってる時あるんですけど、あれが結構好きで。でも全然売ってる場所ないんだよ。あ、やべえ、これ食いつかないやつだ。ここかな？あ、来た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 。1回。2回。3回、オッケー。食いつかない時は5回ぐらい食いつかない時あるから。あ、よし。カレイ。ヒラメがでかいんだよね。で、ちなみに、左ヒラメ、右カレイっていう、言葉があるので、向きをね、左向いてるとヒラメらしい。で、右向いてるとカレーらしい。ただ、本格的にちゃんと見極めるのは別のやり方があるんですけど、築地行った時におじちゃんに来たわ。こないだ築地行ったんですよ。築地行った時にね、教えてもらいました。アジー。食った！イカですね。まだいけるか？来い！来てる！来てる！そのまま。そのまま。来た！1回目。クリオネだ！かわいいね、クリオネ。じゃ、9匹目いきまーす。9回目。でかいね。お、食いついた。うわー、でけえ。鈴木だ。いいの釣れないな。あー、これだ！ 9 回か。しょぼい釣り竿9回で壊れました。で、一応まだ2個あるから、釣っていこう。新しい釣り竿1回目。まだだ。まだだ。来た！でかいな。ヒラメか。でかいな。おー、いいね。鈴木。あれ？壊れちゃった。さっきと数が違う。次8回目ですね。もしかしたらここで壊れる可能性がある。しかもちょっと大きいからさ、壊れそう。最後8回目。鈴木。どうだ？あ、壊れた！ 8 回か！デフォルトで8回は使えると思うんですけど、まあ、乱数で9回、もしくは10回、で、運が悪かったら7回とか、あるんじゃないですかね。ほとんどの釣り竿、ほとんどのしょぼい釣り竿は、もしかしたら、8回使えると思います。以上が検証結果でした。はい。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。いえ。